なんかエーペックスのさ大会ってさ、うん、なんか何が起こってるか分かんないんだよな。気がついたら死んでる。なんかこれはね、ま、EA が悪くないから言うんやけど、私の魔法カメラの抜き方が下手すぎる。あ、でもあれはあの制作会社に依頼してやるやん、うん、大体。そうだね、確かに。そう、だからそこのカメラがマジで終わってて、うん、だからいつの間にか死んでんねん。なるほどね。あれカメラ誰がやってんだろうね。わからない。エーペックスやったことない人がやってんじゃん。お願いしてるんでしょうね。でもレイジとかは結構ちゃんとしてるよ。あ、そう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 、なんかそう、なんかね、大会によってマジで違うんだよね。オープンレックじゃない？レイジってオープンレックとかやってるやん。もう社員がゲーマーやからね。だからしっかりしてんのか。そうそう、めっちゃしっかりしてるよ。バンガロール。いやーこれバンテージ絶対いらねえ。いらねえ。誰が使うのそのキャラマジで。だからこれは俺はバンテージはこの前ヒトロランクやった時は味方に引きすぎて、うん、俺と同じ思いをお前らも味わえって思いでバンテージにしてたよ。終わってるよマジで。なんで俺ばっかりこんな思いをしなあかんのと思ってバンテージ味方に来て、はぁ、最悪やって思う気持ちです。ザキエンだよ、マジで。使われない方がいい。縦張らない方がいい、こっちは。ナイス。強いね。ありがとう、ほらね、バンテージでしょ、やっぱり。関係ないよ。なんか使った？マジで関係ない、ほんとに。あの、スキルゼロ。金オルタ。お祈り必死になった。私も行く。金オルタにするわ。金オルタはさすがに欲しいわ。は？は？スコープを発見。近距離用。こちらプレゼター。アットなんだが。現場行ってさ。手元ダサすぎなえる。メイク室入ってな。うん、女の人おるなーって思って。うん、でずっとその人喋らんから俺メイクさんとずっと喋ってたんよ。うん、材料を手に入れた。そしたらでメイク終わって、うん、でスタジオで待ってたんよ。誰なんやろ今日の共演する人と思って。うん、だからウィーとかにシャカさん入ってきて、俺が女の人やと思ってたのシャカさんやった。髪長すぎてガチで女の人やと思ってた。そうで、シャカさん眠かったから一言もメイクさんと喋ってなかった。あー、なるほどね。